久保さん今回サンマ画商にしましょうかあの,あのテレビ番組の企画でサンマさんがそのまだ売れてないその画商さんを紹介してあの売っていくみたいな企画があって、まあ、何百万でこう売れてってるんですよねで絵,絵が一番分かりやすいと思うんですよ多くの人はその絵に何の価値があるのそれなんで何百万もして買うんですかとかね多分思うと思うんですよまあ壺とかもねそういうのもあると思いますけども、まあ、絵がすごい高価な値段をつけるじゃないですか だ結局、動画の価値とかも全ての価値って受け,てる受け取る人が決めてるんですよね、うん。で、一番わかりやすい露骨に出てるのが絵だと思います。その 高,高価な値段で買う人の受け取り方がこれには価値があると。でも相対的に、ただその投資家の人とかもいますので相対的に市場に希少価値があってこれをと投資で買ってねそのうち値段が上がるんだろうっていう思惑で買う人もいたりとかするんですけども純粋にシンプルにこの絵画にはこの価値があるって買っていくっていう傾向も多分結構あると思いますけども。 だからね、価値っていうのは見た人が結局決めてるっていう傾向が非常に高いんじゃないかなと思いますし、逆を言うと価値提供ができない人っていうのは自分で価値を作らないといけない、価値提供しないといけないっていう,うジレンマにつつはまっちゃってるんじゃないかなと思います。僕と久保さんがいろんな動画をアップロードできるのってそれを知ってるからなんですよ。そもそも価値っていうのは相手が決めるものだよと。 で価,値価値っていうのは、価値の存在をどう取り出すかが価値であるっていうことも知っているってことですね、言ってらっしゃい。